ソメイヨシノの標本木です。気象台の職員が開いている花を確認しています。開花の基準は5輪以上花が咲くことで、時折雨が降る中、午前10時に気象台の職員が観測しました。桜が6輪開花しておりましたので、今日3月26日をもって熊本の桜の開花日といたします。開花の発表は平年や去年より4日遅く、気象台によりますと先週の寒さの影響で開花が遅れたということです。満開となるのは1週間後から10日後の見込みです。一方、低気圧の影響で県内は風が強く吹き、広い範囲に強風注意報が出ています。天草市と長崎県の南島原市を結ぶ島鉄フェリーや、熊本港と長崎県の島原市を結ぶ旧正フェリーなどが午前中の便に欠航が出ました。